はい、どうもラスです。今回はキーボードの入力の練習の続きを解説していきたいと思います。今回は小文字の文字入力のやり方、これにテーマをね絞って解説をしていきたいと思います。まずは小文字の入力方法なんですけど、いくつかねパターンがありますので、順番にまず解説をしていきたいと思います。ではやっていきたいと思います。はい、こんな感じでね、解説をしていきたいと思います。ですね、小文字の入力方法ですね、日本語入力をするときにですね、文字と文字の間にやゆよ、ちっちゃいねやゆよを入れるケース、こんな時はどうしたらいいかっていうとですね、まずこの母音のですね、あと、うと、おに対応するところをですね変化させて、例えばかきくけこの、かーとくーとこのところを変化させて、きゃーと、きゅーと、きょうに変化させていくという感じで、考えていきます。でですね、まずかとくとこう打つ場合っていうのは、日本語入力で子音が K なので、で次母音の A と、で子音の K、 母音のう、子音の K、 で母音の O という感じで書く子を打っていくと思うんですけど、これをですね、キャキュキョに変化させる場合はどうするかというとですね、間に Y を入れるというふうに覚えていただければ大丈夫かなと思います。なのでこのカクコに対してキャキュキョを打つ場合は、間にねこの K と A の間に Y を入れると、でウの場合は、あ、キュの場合は K と U の間に Y を入れる、キョの場合は K とオの間に Y を入れるというふうにしていただければ大丈夫かなと思います。実際ね、これちょっと試してみていただければ、なんとなくね打ち方分かってくるかなと思いますので、試してみていただければと思います。ではですね、他のパターンもちょっと見ていきたいかなと思います。で続きましてですね、別のパターンです。さっきはちっちゃいやゆよ形を入れるときですね、で今度は間にですねちっちゃいつを入れるケースですね。このときはどうしたらいいかというと、まずかきくけこというね、つのちっちゃいつとかない打ち方を考えていたときに、これをですね変化させて、と手前にねちっちゃいつが来る場合ですね、かきくけこみたいな感じですね。こういうふうに変化させていくというふうに考えてみてください。でこのときにですね、まずかきくけこっていうのは、子音の K で母音のあゆえをね対応させて打っていくと思うんですけれども、手前にちっちゃいつを入れて変化させていくやり方はどうするかというと、子音をですね2つ重ねて打つ形になります。なので KKA と打つと、手前にねちっちゃいつが来て、その後にかが来るという形になり、他も同じですね、KKI で KKU、KKE、KKO と打つと、こんな感じでね全部そのかきくけこの1個手前にちっちゃいねつを入れるというような形で打ち方できるようになってますので、このもね皆さん覚えておいていただければと思います。なので例えばなんですけど、カッコっていう文字をね打ちたい場合は、最初にねまず K と A で、まあ、カッと打って、で間にちっちゃいつが来てこうなので、この時にね KKO と打つと、カッコという感じで文字をね入力することが、できるようになっております。なのでこれをね覚えておいていただければと思います。実際にメモ帳とかでも、打ち方をね試してみていただければと思います。ではですね、これ以外のちょっとパターンもねありますので解説をしていきたいと思います。はい、で母音の小文字のあいうえを打つケースもあるかなと思いますので、これもね解説していきたいと思います。まずですね、母音の普通の小文字じゃない、まあ大文字のっていうかあいうえおがあると思うんですけど、これをね変化させて、ちっちゃいねあいうえおに変化させていくんですけれども、まずね普通のあいうえおを打つときは、そのままね、A と I、U、E、O をね、入力していくと思うんですけれども、ちっちゃいねあいうえおに変化させたい場合はどうするかというとですね、こんな感じになりまして、手前にね Lをつける、リトルの L というふうに覚えていただくのが分かりやすいかなと思います。なのでちっちゃいねあゆえを打ちたい場合は、LA、LI、LU、LE、LO と打つと、小文字のねあゆえをが打つことが、できるようになってます。
もう一つやり方があってですね、 X を打っても、いけるようになってます。なので L か X をね手前に入れて XA、XI、XU、XE、XO という形でも、ちっちゃいねアイウェイを打つことが、できるようになってます。自分はね X を使うことが多いですね。まあこれはちょっとね人の好みにもよると思いますので、皆さんはね、どちらでもいいかなと思います。使いやすい方で、L か X 使って、で、ちっちゃいね、アイウェイを打つことが、できるようになってますので、これもね、覚えておいてください。じゃあですね、これを踏まえてですね、いくつか練習問題をですね、簡単に出していきたいと思います。ということでやっていきましょう。あ、すいません。あとですね、ちょっと言い忘れてたんですけれども、単独でね、ちっちゃいやゆうよ2を打つケースもあるかなと思いますので、これもね、ちょっと解説しておこうかなと思います。ちっちゃいね、やゆうよ2を打つ場合は、これはね、まず普通のね、やゆうよと2、これをね、変化させて、ちっちゃいね、やゆうよと2に変化させていくというふうに考えてみてください。でですね、まず普通のやゆうよ2を打つ場合は、このようにね、Y と A、で Y と U、Y と O、で、2の場合は T と U だと思うんですけれども、このケースもですね、これもね、さっき説明したアイウェオのちっちゃい版を打つときというふうに考えて、同じようにね、考えてみていただければいいかなと思います。この手前にちっちゃい文字を打ちたい場合は L、リトルの L を手前に1個入れるというふうに覚えていただく形ですね。で、L か X、両方どっちでもできますので、これもね、皆さん好きな方を使ってやっていただければといいかなと思います。これもね、知っておいていただければ、文字の打ち方、めちゃくちゃね、レパートリー広がりますので、覚えておいてください。ということで、練習問題ね、いくつかやっていきたいと思います。はい、では1問目ですね、このおやつっていうのをね、打っていていきましょう。ただし、注意です。これはね、小文字なんですよね。ちっちゃい小文字のおやつですのでご注意ください。ということでこれをね言っていきましょう。はい、では解説をしていきます。まずですね、おやつっていうのは全部ね単独で打つっていう風に今回考えていきましょう。なので、まずねちっちゃい O を打つときは通常ね普通の O を打つときは O なので、ちっちゃい小文字に変化させたい場合は、L ね、今回 L で解説していきたいと思います。リトルの Lで、その後に、ちっちゃいね文字にしたいやつを打っていくと。なので LO と打つとちっちゃい O が打っていますね。で次やですね、やの場合は、Y と A なんですけど、これもね、小文字にしたいんで、手前にねリトルの L を入れると。なので LYA と打つと、ちっちゃいねやが打てます。で最後2ですね、2を打つときは、通常は T と U なんですけど、小文字にしたいんで、L を入れるという感じで LTU ですね。で X の場合も念のためね一通り確認しておきましょう。XO、ちっちゃい O ですね。で矢なので、XYA と打つとじゃあ矢が打てますね。で最後つなので、XTU と打つと、おやつという小文字、全部ね小文字で打つことができます。ということで次の問題いきましょう。はい、続きましてですね、このキャットという文字ですね。なのでこれはね間にちっちゃいやとで、その後にちっちゃいつがあるので、これのね打ち方を考えてみてください。単独で打つやり方でもいいんですけども、それだと文字のね打つ効率がちょっと上がらないので、これはね間に入れるケースでパパッとね打つやり方を皆さんね考えてみていただければいいかなと思います。はい、ではですね、キャットの打ち方を解説していきたいと思います。まずね、最初にキャとねいう文字をまず打っていく必要がありますので、キャはカーというのを、キャに変化させていくというふうに、考えていくと解説しました。なのでまずねカを打つときは、K と A なんですけど、これをねキャに変化させたいので間にね Y を入れるというふうに考えていきます。なのでキャを打つときは KYA と打つちって、キャというふうな文字が打てます。でその後ちっちゃいつが来てとなので、その場合はどうするかというと、まずとを打つときはですね T と O と打つんですけど、手前にちっちゃいつを入れたいので芯をね重ねるというふうに解説しました。なので TTO と打つとちっちゃいつとで大文字のとを打つことができます。これでキャッ
ットの完成ですね。こんな感じで文字を入力していきます。で、まあ、カタカナ変換とか最後したいんであれば F7 キーを押すと、キャットという文字をね、ひらがなからカタカナ変換できますので、これもね、皆さんやっていただければと思います。ということで、次の問題いきたいと思います。はい、では続きましてですね、まあ似たような感じになるんですけど、このシュワッチっていうのをですね、打っていきましょうかね。これも間にちっちゃい湯が来て、で、間にね、ちっちゃいつがあるので、これもね、練習になるかなと思いますので、やっていきましょう。はい、ではですね、シュワッチという打ち方ですね。まず、シュは、スをね、変化させていくというふうに考えていきましょう。なので、スを打つときは、SU なんですけど、で、このね、変化させて、シュという文字に変化させていくときは、間にね、Y を入れていくというふうに考えて、SYU と打つと、シュという文字が打てるようになります。で、次ですね、和なので、WA。まあ、これはこのままで大丈夫ですね。で、最後ですね、チの手前にちっちゃいつが来て、まあ、シュワッチという文字になるんですけれども、なので、まずね、チを打つときは、TI というふうに考えていくんですけれども、手前にね、ちっちゃいつを入れたい場合は、シンを重ねて、TTI と打つと、ちっちゃいつで、チが出るというふうな形で、これで、シュワッチという文字の、完成ですね。同じようにカタカナ変換したいんであれば F7 キーを押してカタカナ変換にすることもできますので、これをね、覚えておいていただければと思います。ということで、今回は簡単になるんですけれども、日本語入力の、小文字の入力方法ですね、これをピンポイントでちょっとね、解説をさせていただきました。今回の動画がですね、よかったなと思ったらですね、いいね、高評価いただけると今後のね、励みにつながりますので、皆さんよろしくお願いいたします。また、今回の動画良かったとか、ここがちょっとわかりにくいんだけどとかありましたらですね、コメント欄で、ご意見、ご感想いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。